丸富日本橋、パールビルです。そう、玄関、正面玄関の方、ここが、複合ビルのようになってまして、3階まではこういう風に飲食店とかが入ってます。で、奥の方に住居用の、エレベーターがあるので奥の方に進みます。で、奥にゴミ置き場があるみたいです。で、こちらが、メールボックスになってます。では、案内していきます。まず、玄関がこんな感じですね。シューズボックスはないみたいですね。で、その横に、洗濯機置き場があります。ですね。で、これは何でしょうか。給湯栓ですかね。ちょっとわからないですね。で、キッチンになります。キッチンの方が、こんな感じですね。で、ガスの方が置けるみたいですね。で、こちらの方、玄関から入って、ちょっと行くとこちらの方に、トイレと、お風呂と一緒のタイプのになってますね。こちらの方がこんな感じですね。で、トイレの方はウォシュレットないタイプで、こちらの方が、こちらが、蛇口の方ですね。そして、こちらの方が、シャワーノズルがこんな形になってます。次にとお部屋の方なんですけども、こちらの方が、まず一部屋目ですね。こんな感じですね。クーラーついてますね。クーラーついてて、こちらの方、窓の方を開けるとこのように、大きな通りが見えますね。景色がすごいいいですね。こんな感じですかね、外の景色は。で、こちらのお部屋は言うとこんな感じの、広さになってます。で、こちらに見えるのが、収納、スペースです。こちらの方がこういう風な大きさになってます。上の方も収納になってます。で、次に、2軒なんで2部屋目になりますが、こちらの方がこんな感じになってます。で、こちらの方もエアコンついてますね。で、こちらも、先ほどのお部屋と同じような収納スペースの方があります。別アングルから見た、お部屋の大きさはこのような感じになってます。こちらも窓ありますね。こちらもまあまあ同じ、横に面してるので同じような景色が見えます。こちらの方ベランダはありませんね。以上で終了いたします。